ちゃん。こんにちは。はい。はい、豊かさん。はい。はい、今日も3年生を振り返りの時間です。はい。はい。まあ、梅雨にしました。そうですね。ねえ。ちょっと天気がね。うん。天気がね。まあ、そうだな。比較的。まあ、見てるとね。やっぱ西の方がちょっと雨が多いな。最近ね。多いね。それが来るかなと思ったら意外に大丈夫だったりね。来なかったんだね、こっちがね。はい。っていうようなことで、はい、まあ天候がね、これからちょっと不順なこともあるかもしれませんが、はい、そうですね。はい、今回はね、ちょっと変則的なスケジュールっていうのもあって、はい、試合が3連戦でなかったチームもあるんですが、うん、はい。まあそうだね。ということで、はい。乾杯のちいちゃんよろしくということで、はい、今日もよろしくお願いします。はい、セリーグから、はい、こうなりました。はい、はい、ということで、先ほども言ったようにね、ちょっと3試合なかったのは DeNA と巨人ですかね。うん、そうですね。はい、はい、阪神と中日は1勝1敗1分け、はい、はい、広島とヤクルトは広島の3連勝、はい、DeNA とジャイアンツは1勝1敗ずつということになりました。はい、はい、まずは阪神と中日から、うん、まあなんかね、もういっぱいいろんなこと言いたいわ。なんかね、試合終わるごとに、いやまあまあ阪神中日戦だけじゃなくてもね、そうそうそう、はい、いろんな試合終わるごとにあそこがここが言ってますので、ね、ちょっと、はい、聞いていきましょう。まあ阪神は最近、うん、まあこれ日曜日からね、日曜日が雨で中止になったわために火曜日に投げるようになった。そう、前回ね、で火曜日はね、うん、いつも村上が投げてたんだけど、うん、ずっと火曜日勝ててなかったんだよね、うん、で才木を持ってきた、うん、で才木、大竹、村上、うん、まあこの3枚だとやっぱ3連勝も目論んでるよね。そこ村上投手の順番が少し変わっていったってことですか。まあそうだね、まあ最近はそれ、やっぱ登板間隔が空いちゃうから、うん、だからもう先に火曜日にっていう風になってきたよ ね、 はい、で中日の方は小笠原、涌井、梅津ということで、うん、はい、まあ、始まったんだけども、うん、1戦目、1対0中日、はい、ね、この試合では板山が8回に決勝タイムリー、ねえ、ツーアウトランナーなしから、うん、田中がライト線にツーベース、うん、あ、スリーベース、うんうん、で板山がタイムリーというね、フル数にね、まあなんかすごいシンプルに決まっちゃったんだけども、うん、まあ、7回、うん、中日の攻撃でね、はい、福永が先頭打者でヒットで出るんだよね、うん、0対0の場面、はい、でバッター加藤、うん、当然送ってくるかなと思ったら、うん、初球にスチールかけたんだよね、はい、で見事に梅ちゃん刺したよ。もうなんか梅ちゃんバズーカー言ってね、いやいやこれはね梅ちゃんのファインプレーだと思うけど、ゲームの展開とか、うん、中日の手法からすると、やっぱ送ってくるっていうのが定石だというふうに考えるんだよね、はい、でもそこで、初球に走らせたんだけどもさ、まあ、見事に梅ちゃんが刺したと。梅ちゃんのファインプレーもあるけども、うん、おい中日何やってんだと。っていうのはノーアウトでランナー出て勝とうやないかと、うん、で送ればええやんかという考え方もあるかもわからないけども、うん、相手が才木っていうことを考えるとさ、うん、やっぱね普通に攻撃してたんじゃ、うん、1点取れるか取れないかのピッチャーなんだよ、うん、いやだからここでね走らせたっていうのは、うん、もう俺はね仕方ないと思った、うん、で一瞬ええー、と思ったけど、うん、でも才木の防御率だとか、うん、そういう投球実を見てると、うん、やっぱ点取れないよなかなか、うん、だから奇襲をここでかけてったっていうのが俺は8回に逆にね決勝のタイムリーを呼ぶ呼び水になったのかなっていうふうに考えたいんだよね。これはね、予想はされなかったケース、走ってくるだろうなっていうことを考えたい。いや予想はねなかなかね、まあでもね梅ちゃんは多少はあるかなっていうふうには考えたと思うんだよ ね、 なるほどね、まあ、最近も良かっただけに、小笠原も良かったけど、うんうん、最近も良かっただけに、うん、これなんか仕掛けてきそうな感じもするなっていう予備知識というか、うん、準備は心の中でしてたかもわからない ね、 ね、うん、ただよく刺したよ。もうこんなね1点を争うゲームではもう、うん、そうそうそう、特にファインプレーですかね。まあファインプレーだし、うん、こういう奇襲がねやっぱ物を言う時があるんだよね、うん、だからまあ8回の板山のタイムリーが出たんだけどもね、はい、まあ、そのまま1対0で決まった、はい、で4回にね阪神の攻撃で森下ヒット、大山ゲッツー、うん、
前が、サトテル、まあ、レンダ、うん、梅野がショートゴロでもう本当にちぐはぐなんだよね、うんうん、攻撃の方が、うんうん、で佐伯はねこれで8連勝が止まっちゃうんだけども、はい、8回122球、うん、6安打8三振2四球1失点というね、うんうん、小笠原7回97球、5安打5三振2四球無失点という、うん、小笠原も援護がない中ね本当に頑張って投げてるよ、ね、ただ阪神は10度目の完封負けということで、うん、やっぱ援護点取ってやらないとやっぱどんなピッチャーでも勝てないということだよね、そうですね、はい、うん、でね板山がね言ってた、はい、まあ今までは阪神ファンに応援をされてた、うん、でやっぱ敵として戦ってみたらやっぱ相当なプレッシャーをね、うん、ファンの方は与えてくれてると、うん、で阪神を応援してくれてると、うん、そういうことがすごく敵として戦ってみて分かったと、うん、初めて分かったこと、うん、だから阪神ファンってすごいなっていうことを、うん、まあね恩返しとともに、うんうん、そうやって言ってたけども、あ素敵なコメントだなと思って聞いてた、ね、うん、ね、板山ってやっぱ素敵な人間だなと思ってね、本当ですね、感心しました、はい、はい、で2試合目、うん、1対1、ね、ドローになりました、もう本当ロースコアのゲームが続きますね、うん、うん、まあ、初回ワンアウト満塁、はい、ね、中日、うん、ね、どんなピッチャーでもやっぱ立ち上がりっていうのはさ、まあ、非常に不安定でね、うん、でここで石川が三振、福永がレフトフライでアウトと、で2回阪神ツーアウト1、2塁から尾形が、ライトに、ヒットを打つんだけども、はい、セカンドランナー大山がホームでタッチアウトという、まあ、板山にね、まあ、好返球で刺されたという、まあ、これはもうしょうがないんだよ、うん、タイミング的にもアウトだったし、うんうん、ただまあそれるというかね、まあ、そういうことで、まあ、点が取れない両チームだからちょっと焦りもあったんだろうけども、うん、で4回、はい、佐藤がランナー1塁で先制の3塁打、もう少しでホームランだったんだけどもね、ねえどうだろうって思いましたね、まあ、そうだなやっぱ甲子園だな、広いし、うん、風が悪いな、なるほど、普通の球場だったら本当入ってるだろうけど、うんうん、甲子園の風が邪魔するとかさ、まあ、いろんな気象条件があるよねあそこはね、うんうんうん、で6回、はい、まあ、細川がライトへソロホームラン、はい、ねえ、うん、非常にいいピッチングしてたんだけどもさ、はい、なんか外の高めに浮いた球をパーンってバット出したら最短距離でライトポールのところに入ってった ね、 ね、まあでも細川もやっぱ上手くなったなバッティングはね、なるほど、はい、はい、で9回、うん、ワンアウト満塁、ね、阪神代打渡辺、うん、三振そうね、いやいや、まっすぐだったんだよ、ま、うん、っすぐの強いピッバッターだけに、うん、なんとかすると思ったんだけど、なんともならなかったなそう、ね、もうね、外野フライが打てないかみたいな、うん、まあ、じりじりするよ、うん、で、小畑がセンターフライという、うん、ね、で、12回、はい、サトテルがポロッとエラーをしたね、うん、そっから山本、加藤ってつながったんだよね、うん、はいはい、でワンアウト満塁、うん、おカリステンとこ来たみたいな、ねえ期待大みたいな、うんうん、ワンアウト満塁、はい、ショートゴロゲッツー、うん、もうねこのゲッツーも誰もエラーしない、うん、本当にもうシートロックよりも簡単な、うん、ゴロが飛んでったしょうがないねしょうがないんでいやだからゲッツーを食らったというちょっと力入っちゃったのかな、でしょうかね、いや力入ったというかその前にね、うん、そのな追い込まれるボールだったかな、うん、ちょっとインサイドのボール気味のボールをストライク取られたんだよね、あ、まあこれはまあテレビでこう判断俺はしてるだけだからちょっとはっきりはわからないけども、ちょっと際どいところだったんですね、うん、ちょっとボールじゃなかったかなっていう、そのボールストライクで だいぶ変わる場面だからね、うん、うん、だからちょっと、うん、まあカリステファンとしたら残念だったね豊さんね、そうそうそう、ただこの両チームの中継ぎがやっぱすごく頑張ったなっていうね、うん、はい、
まあ、そういう試合だったけど、やっぱ勝たなきゃいかんな、ちょっとね、チャンスがあっただけに両チームとも、ね、満塁とか外野フライ1本どっちかが打ってたら勝ってた試合だから、ね、だからまあこういう試合はちょっとストレスがたまるね。ね、はい、もう12回まで行って、しかも1対1っていうね。そうだね、うん、はいはい、で3試合目8対今度はね、もう阪神やったら点差が開きましたね、はい、いやーすごかったな。でもやっぱりね、初回からこう王を引っ張っ、この2連戦のなんか流れを引っ張ってきちゃってんだよね、うん、だからまあ初回からさ、カリスで田中が連打なんだよ、はい、でノーアウト1・2塁、うん、3番板間に強行して、うん、点にならずという、後続も倒れて、うん、俺なんでここで送らないのかなと思ったの。いや個人的にはそれはね、その時のあの指揮官の勘っていうのがあるから、うん、じゃあ板山確かに当たってるけども、うん、やっぱね阪神としたら絶対先取点は取らせたくなかったのよ、うん、これはなぜかというと、やっぱ自分たちも打てないし、うん、やっぱ先取点を取られることによっての焦りが出てくるんだよね、うんうん、だから絶対このカードに限っては先取点がものを言うと思ってたわけ。しかもこのカード前の2試合がここまで来てる1点しか取れてないっていうところを考えると、0-1、1-1で来てんだよ、ね、なったらとにかく1点を先に取りたかったっていうところ、まあ、そうだね、うん、いやだから板山がどうであれ村上、うん、ね、村上やっぱりいいピッチャーだよ、うん、でも立ち上がりっていうのはさ、うん、非常にチャンスをやっぱつかめるんだよね、うん、だから俺はバントしてほしかったなと思って、これは、うん、ただやっぱベンチからの指揮は、うん、多分板山が当たってるからかけてたんだと思うよ、うん、まあ、ここはでも確実に送ってほしかったっていうのが湯谷さんの、うん、まあね、手にならずとなるほど。でその裏よ、うん、裏よ、阪神の攻撃、はい、今日は近本を外したんだよ ね、 ね、やっぱちょっと不調の近本を外して1番に島田を入れてきたんだよ、うん、はい、その島田がフォアボールを選ぶ、うん、中野との間でエンドランが見事に成功するんだよ、はい、でノーアウトランナー1・3塁、うん、ほら見てみと、何初回表にあんなことやって点がなんないから、ほらピンチ迎えたみたいな、うん、そしたら森下が三振、空振り三振、うん、はい、ほんで大山がダブルプレーというね、なんともこんなことあるんだみたいな、うん、そしたら膠着状態が続いてよ、はい、で7回、うん、中野が2塁打、はい、阪神の攻撃、森下、はい、のあれをフィルダーショースして、うん、ノーアウト1・3塁、はい、ね、大山が見事だったね、スライダーをこれ狙ってたんじゃないかなっていうような気がするんだけども、うん、まあタイムリーと。でここだ、うん、なおもノーアウト1・2塁、はい、でピッチャー斎藤に変えるんだよね、はい、前側のところで、ね、うん、でここで俺岡田監督どうするかなと思って、はい、ひょっとしたら前側を下げて、うん、バント要員で誰かを持ってくるか、うん、前側にバントをさせるか、うん、まあもちろん強攻も考えたけど、うん、でもバントしないのかなと思ったら強行に行ったね、岡田監督が。一番ないかなと思った、うん、そう、一番確率は低いかなと思った、うん、強行に行ったんだよ、はい、これなぜかというと前側が、うん、まあ確かにここのところ当たってるけども、うん、左ピッチャーに多少弱いところがあって、で斎藤というのは防御率が1点台なんだよね、うん、だからなかなか打つことに打ち崩すに、まあ、至難なピッチャーなんだよ、はい、だから打たすかなと思ってたら、うん、見事打たして、ね、勢いつけたね、はい、で2点目、うん、でノーアウトまだなおもう2・3塁になって、はい、サトテルがレフト前に2点タイムリーという、うん、いやこの打たしたことによって、うん、次の回も4点取るような結果になるんだよ、勢いがついちゃった、勢いがついた、うん、あこれで阪神が少し抜けてくるかなっていう、勢いを持つかなっていう兆しが出てきたなと思って、で前側も里輝も3打点ずつという、はい、で森下も大山も打点付きというね、はい、で島田、まあ、中野が3安打、うん、島田が2安打という、うん、打線が見事に流れるようになってきてるんだよ、うん、だからあいいきっかけは前側が今回は作ったなと思ってね、なるほど、
あそこで打たしたことがやっぱヒットだし、うん、打たしたことに期待に応えた前側がなんかこうチームを救ってくるかなっていうような、うん、そんな感じがしたね。なるほど、はい、まあ、見事な攻撃だったよ。もうこの前2試合とは全く違った勢いが全く違ったね、うん、はい。なるほど。で村上、はい、いや勝った、うん、やっぱ火曜日から外れて、うん、今日投げたというのが流れが変わったかなっていう。なるほど。まあ、8回3分の1、うん、133球、うん、ちょっと投げすぎだけども、はい、まあ、8安打、11三振、はい、ね、うん、無四球、うん、1失点というね、はい、無四球素晴らしいですね。まあ、素晴らしいよね、うん、で、まあ、阪神はトータル12安打、はい、ね、まあ、ちょっと復調の兆しが出てきたなって阪神がね、うん、まあ、これからちょっと楽しみになってくるような、まあ、あの7回8回の攻撃だったなっていうふうには思うね、うん、はい、はい、で次は広島対ヤクルト、うん、ね、ヤクルトが松田で勝てないんだよ。これね、ずっと言われてるけど、いや今季まだ一度も勝ってないでしょ。3対0、うん、ね、3勝0敗、これなんでしょうね。まあ、なんだろうね。森下が栗、アドゥア、うんうん、ね、ヤクルト高橋奎二、小川、うん、石川という、まあ、先発陣なんだけども、うん、初戦3対0、はい、広島当然ね、うん、森下完封、はい、9回91球、はい、2安打4三振、うん、無四球無失点というね、はい、マダックスという、またな、今年多くないですか。まあ、やっぱりいいピッチャー早打ち行くからね、うん、でボールが飛ばないっていうこともあるし、うん、まあ、なんかこう、まあ、飛ばないというイコールなんてヒットゾーンも少なくなってるのかなっていうの感じがするよね、うん、で高橋奎二、はい、6回120球、うん、9安打、3三振、1四球、3失点という ね、その代わり自責は0という、うん、まあ、久しぶりね、高橋奎二頑張ってた、はい、まあ、とにかく球数はかかっても、はい、まあ、本当に頑張ってたんだよ、うん、ただ、一つのプレーが引き金で、まあ、3点を取られるという、うん、まあ、6回2アウト1、2塁から、はい、二股のショートフライを長岡が落球、ねえ、ちょっとびっくりしましたけど、うん、で2アウト2、3塁から相澤が2点タイムリーヒットという、まあここら辺で畳みかけられたね、うん、まあエラーはする、2安打しか打てないんでは、まあヤクルト勝てないという、うん、ただもったいなかったのはやっぱ高橋奎二に勝たしてやりたかったなっていうね、うん、まあ本当に力投してたし、まあ久しぶりにね、まあ、球数はかかってたとしても、うん、まあ、頑張って投げてたなっていうような感じもしたしね、うんうん、でこの試合森下をリードした相澤、はい、まあ、2点タイムリーもさすがなんだけども、うん、相澤がマスクをかぶると勝率が7割1分4厘、すごい、ね、うん、いや、まあ、相澤がポイントだポイントだって言ってたんだけど、うん、まあ、やっぱこう一味違うな、うん、リードが、うん、やっぱこう、まあ確かにね、大瀬良とか森下とか、うん、いいピッチャーとは組んでんだよ、組んでてもやっぱ7割1分4厘の勝率っていうのはすごく高いし、うん、それとね、打率は低いんだけども打点がやっぱ多いんだよね、うん、勝負どころで打ってるという、いやだから相澤の存在っていうのも、まあ、確かに森下、ね、うん、9回91球というマダックスを達成してるけども、相澤の存在っていうのはでかいなと思ってね、うん、やっぱ安心感とかあるんですかね、投げる方は。まああるだろうね、うん、まあ、それとただね、ちょっとね、相澤がね、ちょっと太り気味なんだよ。それは最近ってこと？だからベンチにいる時間も多くなっては来てるんだよね、うん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 、いやだからちょっと太ってるんだよ。はい、で相澤はあの昔こう筋肉系の怪我を足にしてるんだよ、はい、だからちょっと痩せた方がいいと思う。心配、心配、人のこと言えないけど人のことは言えないけど心配なんだよね。やっぱりね、優勝するためには相澤の力って大きいと思うんだよね、うんうん、でやっぱりせっかく首位にいるしさ、やっぱこの状態を維持していこうと思うんだあれば、うん、だから少しちょっと減量、減量というかこう体調面気をつけた方がいいと思うな。一緒にね、一緒にな、はい、頑張りましょう、相澤君、はい、
はい、2試合目が5対1、はい、広島というね、うん、この試合はね、初回秋山、うん、が先頭で出る野間のレフト前ヒットで1、3塁作るんだよ、はい、やっぱ走力というか走塁技術が高いなっていうね、うん、でノーアウト1、3塁から3番上本にエンドランかけるんだよ、野間との間で、うん、そしたらまたレフト前、はい、そしたらまた1、3塁を作るんだよ、うん、で小園がヒットで、はい、あの犠牲フライで、はい、まあ2点を取るんだよね、うん、このね走塁というものがライト前だったら話は分かるんだけど、うん、レフト前で作れる走力があるのとうまさがあるっていうのはやっぱチャンスを拡大するな。なるほど。それとね逆を言えばサンタナの守備、はい、サンタナの中ではベストを尽くしてるんだよ、うん、まあ、それでも一三塁を作られるっていうことは、うん、少しレフトのポジションは考えた方がいいかもわかんない。うーん、というのはポジションを変えるってこと。まあライトの方がいいのかもわからないねと思うんだよね。なるほどね。まあライトでも作られるんだけどもさ、レフトでこうやって作られるとちょっとしんどいなっていうふうには思った。うん、でもサンタナがこう全然抜いてるとか、うん、そういうことじゃないんだよ、うん、一生懸命やってる中で、うん、まあその総力、広島の総力だとかうまさが光ったなっていう。これはサンタナ選手っていうより広島が一個上を行ってたっていうことなのか。上を一個行ってる、うん、でもそれを止めるには、うん、やっぱレフトでうまい選手を使わなきゃいけないということで、うん、でもサンタナは絶対使わなきゃいけないから、そうそう、どっかのポジションで、そうそう、だからうまいとこついたなっていうような感じだよね。なるほどね、うん、はい、ね、うん、で4回には坂倉がホームラン、はい、ね、うん、5回には秋山上本 の二塁打で、うん、点を取り、はい、山田のエラーで、あのもう1点使い、もう1点付け加えるという、はい、だからまあちょっとヤクルトも松田で勝てないって言うけども、うん、やっぱこうなんて言うんだろうね、エラーで失点をしてるケースもあるしね、まあそうやってうまい走塁を絡められるとか、まあそういうところがあるなっていうような感じがするね。もうなんか球場の相性とかもあるんですね。まああるんだろうな、うん、まあそうやってちょっと嫌だなとか守備について嫌だなと思うとやっぱバッティングにも影響してくるからさ。ありました、有田さん。いや、あるある、うん、まあ途中で、ね、甲子園が嫌になってきたんだよ。やっぱ風とかも嫌だし、はい、うん、まあ、土のグラウンドでしょ、で土の感じもちょっと、あ、嫌だなって思う時期があった。うん、でもそれは何とか払拭できた。もうやるしかないからね。うん、ね、じゃあここを一つ超えてほしいですね、はあ、じゃあヤクルトは。そうなんだよ。うん、で、今日栗、はい、ね、今日というか昨日ね、うん、7回110球、はい、5安打4三振1四球1失点という、うん、まあ本当にあの安定してるね、うん、まあ森下栗本当に安定してるね、はい、はい、ね、4勝目はい、はい、で今日です、4対3広島、うん、大逆転、大逆転 ね最後ね、はい、うん、ヤクルト初回小園のエラーで先制する、はい、ね、村上の高いフライを小園がね、ちょっと目測を誤るんだよね、うん、まあ、それでポトンと落ちてそれがエラーになったんだよね、はい、で広島小園の内野ゴロで同点と初回にね、うん、まあこれはあの石川のエラーも絡みながら、うん、まあ、同点になっていくんだけども、はい、で5回、まあ、菊池のソロホームランで勝ち越し、はい、まあ石川に相性がものすごくいいんだよ、うん、うん、ベテラン同士で ね、でその菊池、はい、7回に見事なトンネル見事な見事絵に描いたような、もう、あ、菊池も人間だなと思ってほっとするようなトンネル、耳を疑いましたね、菊池選手のトンネルなんてね、見事なトンネルから、うん、松本がタイムリー、はい、ね、キャッチャーのね、ヤクルトの、うん、で代打山田が、いや、このインサイドの本当厳しいところをセンターに持っていって、これはやっぱ技術だな山田の、うん、で逆転の犠牲フライというね、はい、でそのまま行くんだよ、これ石川がね多分ね、うん、勝ち投手の権利持ってんだよね、うん、で6回まで投げ切って7回の表に逆転したから、
であと3イニング、うん、で9回まで来たんだよ、はい、で9回、まあ、田口、うん、で上本ヒット、まあ、初球にインサイドに来たやつを肘を出して当たったんだよ、うん、あデッドボールかなと思ったら審判認めずいやそんなんで肘出してるんだってダメだよみたいなでも次の球ライトにヒット打っちゃうんだよね、はい、で4番小園、うん、どうするかなと思ったらスッと送りバントで上本を送る、うん、で堂林三振、うん、で2アウト、はい、セカンドね、キャッチャーの石原、はい、これ12球粘ってフォアボール、すごいね、これはすごかったわ、もう根負けみたいな、いやもう途中でね変化球ばっかりだったんだよ、うん、で意表をついてインサイドまっすぐ来たらもうギリギリでカットしたんだようわー執念あるなと思いながら見てて、うん、そしたらどの球も合い出してきて、うん、で結局はもう田口が根負けして歩かしたんだよね、うん、で坂倉、うん、ねえ今シーズンもちょっと率が悪くてね、うん、あの苦しんでるけどもレフトへ、はい、まあ、逆転されなるヒットを打つんだよ、うん、ただねヤクルトのレフトはちょっと深すぎる、まあ、確かに、うん、ね1、2塁だから1塁ランナーを返さないようにはしたんだろうね、うん、逆転はされないように、うん、だけどギリギリのところが突っ込んじゃったんだよ、うん、で突っ込んで後ろに反らしちゃったんだよ、うん、で結局はサヨナラになるんだよね、はい、でもこれは俺は最初のポジショニングの時にあこれはちょっと深すぎるなっていうのは思ってた、うん、じゃあもう普通の人で完全に同点じゃんみたいな、うん、抑え出してんのに、うん、なんでやろうって、うん、まあ一流になったから下げたんだろうなと思ったけど、うん、ちょっと下がりすぎだな、うん、あれだけ下がってて前に突っ込んできて後ろに反らすってどういうことやねんとだって一流ランナーを絶対返さないような守備隊形を取ったわけでしょ、うん、そしたら辻褄が合わないじゃん、まあね、うん、結果的にね、うん、一塁ランナー変えちゃったからそうそうそういやだからそれはもう我慢するしかなかったんだよね、もうギリギリのところだったんだけど、うん、あれが 1,2 本前だったら取れてるよ、うん、だから 1,2 本前にあれは深すぎると思うんだけどな、まあそれがやっぱちーちゃん言ったように、うん、松田では何かあるんですかねっていう、うん、それなんだと思うよ、なるほどね、うん、だからポジショニングとかも含めて、うん、なんとなくなんとなく相性が合わないというか、うん、何か変なことが起こっちゃうんですかね、ヤクルトに起こるんだな、なんかねレフトポイントになっちゃいましたか、まあ、最終的にはそうなるよね、ただね俺は広島の強さっていうのは、うん、すごく柔軟性っていうことにを感じた、うん、だから4番の小園がもうね何食わぬ顔してスッと送れるんだよ、うん、他の球団だったら4番に対して多分送らないと思うよ、うん、それはもちろんね4番だからホームラン打ったりだとかね、あの長打を打ってくれる確率は高いかもわからないけども、うん、でもね広島の戦い方の強みってやっぱ柔軟性にあると思うわ、うん、まあ、あれなんでしょうね、多分こうこのケースではこうするっていうのをまず優先するっていうとか、うん、勝つための最善の方法をすごくストレスなく取っていけるという柔軟性が俺広島の今の強さだと思う、うん、なるほど、でそれにちゃんと選手が応えられるというところですか、まあ、そうだね、うん、でアドは、はい、ね、3失点でも自責はゼロなんだよ、うんね、ね、いやだからアドはもうよく投げてるよ、ね、ただ石川が勝てなかったっていうのはちょっとな、石川おじさんとしてはもう寂しいね、ね、うん、よく頑張ってたけどな、ね、次だね、はいはい、まあそういう試合でした、はい、はい、で次 DeNA 対巨人、うん、ね、浜口平、ね、はい、巨人は山崎伊織、うん、井上という、はい、ね、で1試合目、まあ、これ新潟でね行われたんだけども、ね、3対2、うん、巨人ということで、はい、まあ、山崎、うん、8回106球2安打3三振1四球の1失点という、はい、で打っても決勝タイムリーというね、うん、
やっぱバッティングいいなねえ、うん、で先制はね、うん、まあ、4回ヘルナンデス、はい、フォアボールから大城がライトオーバーへのタイムリー、うん、ヘルナンデスの走力はあるね、いやかっこよかった、サード回ってホームに帰ってくる時、うん、おおと思った、ベン・ジョンソンかと思ったよ懐かしい、 いやぐらい、うん、やっぱ走力を感じた、なるほど、はいはい、走ってる姿かっこよかった、かっこよかった、うん、で浜口、うん、6回83球、はい、4安打、7三振、まあ、2四球1失点というね、うん、まあこの日はフォアボールっていうのが非常に少なかったんだよね、はい、浜ちゃんにしては、うん、ただやっぱヘルナンデスに与えたフォアボールが、まあ、失点のきっかけになってるというね、うん、ちょっともったいなかったねこの1失点はね、ね、うん、でこの試合9回は長野のタイムリー、1500本安打、ね、まあ、史上138人目、うん、ね、非常に、まあ、紳士的なプレイヤーで、はい、まあ、みんなの見本になるようなね、うん、まあ、プレイヤーだけども、まあ、貴重な3点目をね叩き出したという、うん、まあ、バルドナードに対して、まあ、1点を返してなおもチャンスっていったところで、まあ、筒香が最後倒れたのかな、うん、まあ、それでゲームセットになったんだけども、はい、まあこの試合もう一度振り返ると、山崎のタイムリー、うん、フォークボールを本当に目をつけて打ちたいんだなと思うようなバッティングを見せてくれたね、うん、だからすごい執念を感じるよ、バッティングも多分こう自分でね得意だと思ってる部分もあるんでしょうね、いやいや、もう柵越えもね練習ではするぐらいの、うん、非常にいいバッティングをしてるだけにね、 DeNA の方も警戒はしてたと思うんだけども、はい、ちょっとフォークボールの落ちが悪かったなっていうような感じがしたね、うん、でね DeNA はちょっとバッツ号が当たってないことと、うん、宮崎が復帰してからちょっと当たりが出てないんだよね、まだ、うん、まあ、うん、そのゲーム感という宮崎はね、はい、で筒香はちょっと疲れかなっていうような感じもするし、うん、まあここら辺がちょっと打ってくれないと、まあ結構上位の方は打ってんのよ、はい、オースティンだとか、うん、まあそういうバッターは打ってるんだけども、まあだけどそのなんて言うんだろうな、まあランナーが溜まって筒香宮崎っていうところに、うん、まあ、当たりが出ないとちょっと DeNA は苦しいかなという感じがするよね、なるほど、はい、うん、で2試合目、はい、5対4 DeNA ね、延長戦まで行きましたね、そうだ、延長10回まで行ったけども、ね、もうともに12安打、はい、まあ久しぶりに打ち合いになったというかさ、ね、まあどのチームもボールの関係かどうか知らないけど、ホームランが出ないとか、うん、まあロースコアの展開が多いんだけども、はい、まあ、共に12安打、はいはい、まあ、大城が2回にソロホームラン、うん、ホームランで唇を切ったなって思ったら、うん、同点になったのは桑原が3回、はいはい、まあ、ソロホームランで同点、うん、まあ、4回には佐野がツーランホームラン、うん、ね、まあ、筒香をこうちょっと外してきたね、 DeNA の方がね、はい、で佐野を入れてきた、まあ、佐野がね、うん、ちょっと出番がなかったんだけども、ここで佐野がね、うん、入ってきた、はい、ね、で横浜スタジアムで初ホームランかな今シーズン、ツーランホームランで、うん、まあ、3対1という、はい、で5回はオースティンが、まあ、タイムリーヒットで4対1、うん、ああこのまま行くなっていうふうに思った、うん、だ8回、ウィックからヘルナンデスがタイムリー、うん、ね、で岡本が、ツーランホームランで同点という、まあ、一気にやっぱ岡本はあの低さ低めに投げてホームランを打たれないようにって言ったら見事だね、やっぱ力負けしないね岡本和真は、ね、見事なホームランだったね、これでねちょっと DeNA は嫌な展開ですよね、いやいや、まあ同点だったからね、そのところでね、うん、まあちょっとやっぱ中継ぎが手薄なだけにさ、うん、まあ、ちょっと嫌な展開だったんだけども、これ長引けば長引くほど、うん、やっぱ DeNA は不利になってくるかなっていうふうに思うしね、はい、この、まあ、今日68試合目、うん、ここの日に来るまでサヨナラゲームがないんだよね、うん、だから延長になったらちょっと分が悪いっていうようなことだったんだけども、はい、宮崎が10回、うん、ケラーからサヨナラホームラン、
ああ当たってないっていうふうに言ってたけども、うん、今日ねホームランを入れて3安打、うん、まあやっぱりやるときはやってくれるな宮崎はな、このゲーム感がやっぱ戻ってきたんだね。戻ってきてもうじゃあここからはちょっと大丈夫かなっていう感じのホームランですか、まあね、はい、うん、でケラー、うん、ねケラーのホームラン結構痛いところで打たれてる阪神時代から、うん、その球種っていうのはカーブなりスライダーなんだよね。で今日も宮崎にスライダーかカーブだったと思うんだけど、うん、それを打たれてるという、うん、ケラー自身が警戒しないのかね。自分では絶対何を打たれてるかって分かりますよね。それは絶対分かるよ、うん、だけどここでホームラン打たれるっていうふうには思ってなかったんですかね。いやでも宮崎っていうのはやっぱり一発あるからね、うん、だからやっぱこう用心はしてたと思うんだろうけども、これはリードの問題だったりはしなくて、うーん、まあただ投げてんのはねボールに要求して一球その外に変化球で外そうと思ってたのかもわからないけども、うん、本当にねこの変化球はケラは大事なところで打たれてきてるわ日本で。そこでは投げちゃいけないっていうやつ、うん、なんかな、まっすぐだ。ただここで西立てっていうことはなかったのかなっていうさ、いうこともあるけどもね。うん、なんかあったんでしょうかね、そこら辺が。まあそうだね。うん、ただまあ勝つには勝ったけど、まあ平良がね、はい、まずまず投げれる、うん、この復帰戦で、はい、投げれることを証明してくれたっていうのが一つの安心感。なるほど。ね、ただし、うん、やっぱ安崎がいない、伊勢がいない、うん、その中でやっぱ。ウィック、うん、8回3失点というね、ちょっとね、うん、まあ一気に簡単に追いつかれたというね、うん、だからちょっと中継ぎが心配だなっていうね、うん、そんな感じがした、はい、で今日は5本のホームランで、まあ、試合が ね、 ね、動いたりとか いろいろしたけども、うん、DeNA は68試合目にして、うん、まあ、今季初のサヨナラゲームを達成したというね、うん、まあそういう試合でした、はい、まあそういうセ・リーグでした、はい、はい、続きましてパ・リーグ、うん、こうなりました、はい、はい、こちらも、2試合だったところが首都かドロッテ得点ですね、はい、はい、西武と日本ハムは西武の1勝を1引き分け、はい、オリックスとソフトバンク、ソフトバンクの2勝1敗の勝ち越し、はい、ロッテと楽天はロッテが2連勝ということで勝ち越しでした、はい、はいはい、まあ3連戦やったのはねオリックスとソフトバンクだけでね、あとは2連戦でした。あ、そうですね、はい、はい、で西武対日本ハム、うん、西武渡辺竹内、うん、で日本ハムは金村福島、はい、ね、最初のゲームは1対0、うん、ね、初回西武の攻撃、うん、鈴木がフォアボール、はい、ね、児玉が強攻に行って163のダブルプレー、うん、ツーアウトランナーなしから栗山が二塁打、はい、4番の岸が先制タイムリーという、うん、あれチャンスを作ったのチャンスがねついえたと思ったら、まあ、初回に1点を取ったと、うん、しかし、うん、この1点でゲームが終わるなんて誰も思わなかったと思うよ。そうそう、多分やっている選手たちもね、もう虎の子の1点というかね、うん、ただこの虎の子の1点を守っていったのは渡辺と、うん、牧野のバッテリー、はい、ね、この牧野っていうのは試合以下になって、ちょっと肘の手術をしてね、この日に支配下登録されて、うん、で先発マスクだったんだよ。そうでしたね、うん、それで最大のピンチは5回ワンアウト三塁、うん、バッター中島、はい、ここは新庄監督は1対0で負けてるから、うん、中島に対して何か策を出そうと思ってたと思うんだよ、はい、例えばスクイズだとかね、うん、だけどねポンポンと追い込むんだよ、はい、度胸よく、うん、それで何にもできなくなったというね、うん、だから見事だったなと思って、うん、その渡辺が5回3分の1、うん、85球5安打4三振1四球無失点というね、うん、でね金村もねものすごく良かったんだこの 1失点以外は、うん、で7回106球、うん、7安打、うん、4三振3四球1失点というね、うん、あで
まあ、チャンスだらけだったんだよね。まあ、だらけでもないけど、うん、チャンスは結構あったんだよ、日本ハムに、はい、で5回、まあ、先ほど話したね、うん、ワンアウト サード、うん、で6回にはワンアウト満塁まで行くんだよ、はい、でレースが、まあ、ダブルプレーということで、うん、まあ1点が遠いゲームだったねこの日ね。うん、うん、まあそういう試合でした。はい、だ日本ハム、そうだな、ちょっと勢いが、なんでしょうね、ちょっとなんかこう疲れが来てるかなというね、みんなに、みんなにね。それと水野の怪我が微妙に効いてたりだとか、まあそうですね、まあ厚号が抹消されたりだとかね、うん、まあそういうところで、まあ例えばレギュラーを2枚欠いてるという、はいはい、ちょっとそういうところも出始めてるなという感じがするね。うん、うん、まあね、代わりに活躍してる選手もいますけど、いるいる、なかなかちょっと点がね取れなかったりすることがありますかね。はい、はい、で2試合目2対2引き分けと、うん、この日から松原選手が、あ、そう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 、ね、そうそうそう、松原ね、はい、トレードされた松原が1番に入ったというね、西武、うん、ね、はいはい、はい、で初回万波二塁打、うん、浅間がセーフティーバント、はい、で内野安打、ノーアウト一三塁、ね、水谷がタイムリーヒット、うん、タミヤが犠牲フライで2点先制、ああ、なんか勢いが出てきたぞと思ったら、はい、2回、うん、2つのフォアボール、うん、エラーで、失点、はい、で内野ゴロの間に2点取られ、ね、はい、まあ、同点ということ、うん、やっぱね点の取り方はすごく良かったんだよね、うん、アイデアもあったし、うん、失点の仕方がフォアボールが絡みエラーが絡んで内野ゴロでもうやらなきゃ仕方がないような状況を作ってる、うん、これがやっぱりちょっと気に入らなくなったな気に入らない気に入らないやっぱね同点というか点のやり方ってすごく大事なんだよね、失い方って、はい、やっぱねやらずものこの2点だもん、ね、フォアボールが2つ絡んだりだとかさ、なんかもう打たれてたらしょうがない、いや、そう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 なんだよ、うん、だからまあそういうところでちょっと、まあ、日本ハムは苦しんでるなというね、勢いを感じなくなってきてんのよ、うん、で10回、に2アウト1・2塁から滝沢が、まあ、西武の攻撃はね、ツーアウト1・2塁から滝沢がレフトへヒット、うん、で水谷が取って素早くサードに投げる、はい、でセカンドランナー長谷川がオーバーランして、はい、これサードコーチはもうちょっと早く判断してやらないとさ、怪我するよ。なるほど、だって目の前で起こってることなんだよね。それでやっぱもう早く、もう若い選手だったらもうイノシシみたいに突っ込んでくる人いるからいやだから早く判断してやるとか、それと長谷川もうすぐここで行われていることみんな走りながら見れるから、うん、自分がどこまでオーバーランしていいかとか分かるはずなんだよね、うん、まあそういうことで、まあ、タッチアウトになるんだよ、うん、これはやっぱねサードコーチが早めに止めとかなきゃいかんよ、うん、であそこからだいぶ回ったとこから戻れって言われてもカットマンにタッチされてるわけだから、やっぱもう判断が遅すぎる、うん、まあそういうのでチャンスをね、潰したりだとか、うん、で12回、はい、ね、ツーアウト1・2塁、うん、トレードできた松原、これはもうね、ね、これはここまでノーヒット、うん、まあいろんな硬さもあり、うん、ね、いろんなプレッシャーもあり、うん、ね、いろんな思いがあって来ましたよ、ね、チャンスが来たみたいな最後にね、ああで外のまっすぐからレフトに打ち上げたよ、で外野は当然前にいるわ、うん、ね、磯畑レフト、うん、背走に次ぐ背走でダイビングキャッチで後ろフェンスの手前まで行って、んでゲームセット、これはで引き分け、ねえ、これね磯畑じゃなかったら取れないよ、他の選手だったら絶対取れてないから、
誰も取れないって普通は思いますよね、その打球だと。いや、運がないね松原選手これはね、抜けると抜けないじゃ大きな違いだったよ。だってさよならだもの。いや、さよならだし、あそこでチームをね勝たせるヒットが打てたんだったら、やっぱり来た。もうすぐねチームの一員だし、やっぱねまだノーヒットでしょね。今日は長いと思うよ、明日までが早く試合やりたいなって。最後ね、あのもうしょうがないねっていうような当たりは打てたからまだ良かったんじゃないの。いやー、まあまあそうかもわからんけどでも磯畑の守備はすごかったな。これはシーズン通してもファインプレーに匹敵する。いや、もうそうだな、年間のベスト3には絶対入ってくるプレーだね。ねえ、うん、それは磯畑じゃないと、あの足がないとあの打球は取れない。しかもそのなんていうの、目測というかこうね、予測しての、もういや、もう後ろ向きで飛びついたからね。あれはすごかったな、松原ね、惜しかったね。え、まあでもね、いつかまあまあね、でもああいう当たりが本当にね打てるっていうことは、うん、まあ一つのね、そうそう、希望になるし、うんうん、まあ頑張ってほしいと思います。はい、はい、続いて、うん、オリックス対ソフトバンク、はい、曽谷、うん、東、宮城帰ってきたね。ねえ、はい、でソフトバンクは有原、大関、東浜ということで、はい、ね、うん、最初7対2ソフトバンク、はい、ね、まあ有原ね、7回ワンアウトのね、ノーノーやってんだから、うん、ね、ね、だから非常に安定してたというね、うん、そういう有原のピッチングがありながら、はい、まあ、3回佐藤が先制タイムリー、ソフトバンクね、うんうん、で8回にはソフトバンク下位2点タイムリー、広瀬のタイムリーということで、うん、これ何が言いたいかというと、この佐藤とか広瀬とか下位とか、うん、7、8、9打ってんだよね、うん、下位打線ここで4打点、うん、で下位打線の充実、昔も聞いたことあると思うんだけど、あの三森とかね、牧原がいた時に、うん、いやこの下位打線インチキだろみたいな、うん、ね、ずっとつながって、ね、ずっとつながってでヒットも出てみたいな、うん、まあ、その人たちが登録抹消になってるのに、うん、また新たにこの下位打線が充実してきたという、うん、甲斐、広瀬、佐藤というね、うん、まあ、佐藤なんか本当に、ね、打点付きのヒット打つからね、うん、でこれもったいなかったのはオリックスが、うん、6回、うん、外にがバント処理をエラーするんだわ、うんうん、でファーストにねボート投げるの、うんうんうん、でライトの森もカバー入ってんだけど、ちょっとね森も追いつかないわけよ、行き過ぎちゃって、あれみたいになってます、ね、あれみたいな、ね、そしたらバントをやった今宮までがホームで帰ってきちゃうというね。そうそうそう、これトレンド入りしてましたけどね。まあ外にのボールも速い勢いあったね、あれね、シューって本当、いや本当、まあこういうミスがあると、うん、やっぱソフトバンクにはまあ勝てないかなというね、うん、だからまあ、6回に2失点、うん、ね、都合7失点という、うん、まあ7点を取られて、まあ、負けるというね、うん、まあミスがあったら負けるし、まあ有原に7回ワンアウトまでノーヒットノーランやられてるしね、うん、まあ、しかしね、その7回大谷しか紅林森の4連打で、うん、あ2点取るんだけど、はい、まあ、この攻撃は次へつながるなっていうふうに、まあ、思ったね。なるほど、はいはい、まあ、悪いところだけじゃなくて、やっぱ中軸が、まあ、それなりの当たりを見せてくれたというね、いうシーンだったけども、7回はね、はい、うん、だから、まあ、次へつながるなということです、はい、で2試合目は、5対1ソフトバンク、うん、まあ、つながるなっつっても、やっぱ大関いいピッチャーだな、8回118球、4安打4三振1四球1失点というね、うん、はい、で一方東、まあ連勝中だったんだけどもさ、まあ、5回99球7安打2三振2四球1デッドボールの3失点というね、うん、まあこの日は栗原が3安打3打点、まあ、1ホームラン、まあ、初回先制ツーランがまあ効いてるなこれな、うん、7回にはもうタイムリーを打って3打点というね、
6回には正木のタイムリー、うん、ね、7回は近藤が5点目のタイムリーというね、うん、まあ、近藤もなんだかんだ言ってもうしようとしてるね、なんだかって言ってね、本当に、うん、で正木も、まあ、前日に続きのタイムリーというね、うん、まあ、正木もこう上がってきてからずっと状態を保ってるね、いい状態をね、うんうんはい、うん、でまあオリックスはまあ4安打、はい、まあ、初回の太田のソロホームランだけということで、うん、まあなかなか、まあ、いいピッチャーにかかるとね、まあ、前日打線のつながりを見せて、うん、ね、頼もしさは見えたんだけども、うん、まあ、きっちりこの日を抑えられたというね、うん、まあ、そういう試合でした、はいはい、で 3対1、うん、オリックス宮城が帰ってきてくれた、ね、え、そして勝ちましたね、まあ、うん、まあ、初回ね、もう宮城帰ってきたぞみたいな感じの森のツーランホームランおめでとうツーランホームラン、はい、でセデーニョタイムリーで、まあ、3点をねいきなりね、うん、まあ、援護点として与えるという、はい、その宮城が5回85球、2安打6三振、うん、1四球、無失点というね、うん、まあ、これはねさすがだなと思うのは、はい、宮城が5回投げて85球、うん、5回に対して6つの三振を取ってるんだよね、はい、やっぱ三振の多さっていうのもすごくあの調子のバロメーターとしたらいいと思うんだよ、うん、あのバロメーターにしたらね、はい、でもそれが5回を6三振を取ってるということ、うん、また相手がソフトバンク打線ということを考えるとさ、うん、まあ、あのしっかり調整ができて上がってきたなというね、うん、まあ、そんな感じがするし、まあ、今後の活躍もなんかこの数字を見てると想像ができるなというね、うん、すごく頼もしい数字を叩き出してくれたなっていうふうには思いますよ、ね、やっともう待ちに待ったって感じですよね、まあ、そうだね、うん、で小田島ね、ルーキーで開幕から22試合、うん、無失点が続いてて記録に並んでた、うん、で今日も8回か投げたんだけど、そうそう、1失点取られるんだよ、初めてね、で新記録にならずという、ね、もう大汗かいてたけどね、ピンチ作ったからいやだけどさ、うん、記録って面白いなと思うのは、うん、やっぱそこら辺がやっぱ限界値にあんのかね、やっぱそうなんですかね、みんなそこら辺で点取られるでしょ、うん、だからそこってやっぱ一つの壁なんだろうね、うん、なんでしょうね、まあ、でも精神的なものとかいろんなことが集約されてそこで点を取られるようになってるのかな、かな。いや面白いなと思って、新記録ならずって俺新記録はあもう作るなと思ったんだけどね、うん、いやこんな1点を取られるとは思ってなかったな、うん、ね、まあね、記録はまあ新記録にはならんならなかったけども、うん、まあ、記録には並んだということで ね並んでたということで、はい、はい、で打線は12安打オリックスはね、うん、だけど3点しか取れない、うん、でこの3点しか取れないっていう理由が西川がノーヒットなんだ4番で、はい、ここがつながるようになってくるともっと爆発力が出てくるかなという、うん、やっぱりね西川が止まるとダメだな、点がなかなかこう取れなくなってくる。これはなぜかというと交流戦の時に、まあ、セ・リーグとやった時にね、うん、まあ、西川が打ちまくった時、そうですよね、うん、やっぱり点になってたしね、うん、やっぱパ・リーグのピッチャーに、慣れていって打たないと、うん、やっぱオリックスは苦しい、うん、ただ周り固めて周りはね非常に状態は良くなってきてるんで、まあ、やっぱ相変わらずオリックスは楽しみね、になっている、ね、宮城投手も、ね、帰ってきたしね、うん、でソフトバンクの連勝が止まったという、はい、まあ今日は7安打打線がつながらなかったということでした、はい、はい、で最後、ロッテ対、楽天、うん、ロッテ西野、中森、はい、で楽天は内岸、うん、なんかあっさりしてるね、はい、10対2ね、ロッテ、はい、初回岡二塁打、うん、ね、角南が、ね、進塁打を放とうとしてセカンドに引っ掛けたんだよね、
それを激走して内野安打、はい、ね、まあ一死二三塁から外が2点タイムリーで先制、うん、でこの試合は岡が3安打、うん、2番角中が2安打2打点、3回にはツーランを打ってるという ね、うん、で佐藤は4安打で中村2安打3打点で中村は1000本安打達成、はい、ねえ、ねえ、よかったね、おめでとうございます、はい、やっぱりね岡が一番に入ると、うん、まあ、とにかく初球から積極的に打ちに行くんだけどもさ、うん、やっぱ岡が元気だと打線がつながるな、ね、それとやっぱ角中が2番に入ってくれると相手はものすごく嫌だと、なるほど、やっぱ一番しつこいいいバッターだもん、うんうん、だから角中の存在っていうのもでかいしね、うん、それとやっぱこう中村が、まあ、2安打してる、ね、1000本安打打ってくれた、うんうん、やっぱ中村がこう非常に前半戦苦しんでたけども、はい、中村が打ち出してくるとまあ非常にこう幅広く、うん、打線もつながってくるかなという感じがするよね、うん、はい、で楽天、はい、6回1点を鈴木大地のタイムリーで返し、まあ、2対5になるんだよね、うん、で西2アウト1・3塁からフランコの場面、うん、でピッチャー西野から横山に投手交代した。でフランコは昨年から横山に対して3三振なんだよね、うん、でここで代打を送るか、うん、フランコそのままかで結構悩んだと思うんだよ、うん、でもそのままだったんだよね、はい、うん、これなぜかというと、うん、Sコンでやっぱホームラン満塁ホームラン打ったりとか Sコンでの状態がフランコは良かったんだよね。なるほど。で、まあ、昨年のデータを見てロッテベンチは変えたと思うんだよ、うん、3三振してるしね、はい、でも楽天の方は変えなかった。茂木とかも残ってたんだよ、うん、安倍とかもいたし、まあ、フランコの一発にかけたのかな。一発同点だったからさ、うん、うん、だからここら辺の動きっていうのはこの試合は面白かったなっていうふうにね。うん、なるほど。まあまあチャンスはこのぐらいしかなかったんだけどもさ、はい、うん、まあそこで動かなかった、まあ、楽天がね、まあ、負けたという、はい、まあ、結局は10対2だったんだけどね、ね、はい、2試合目は4対1、はい、まあ、中森、勝ちました、はい、ね、5回3分の2、うん、89球、5安打3三振無四球、1失点というね、うん、まあ、勝ちがついた。よかった ね、で初回岡を置いて、うん、ポランコが先制ツーラン、はい、3回は角中を置いて、うん、ポランコがツーラン。ポランコすごい。ポランコね、ツーランツーランで4打点という、ね、でも名前を聞くと置いてたランナーが岡と角中、ね、やっぱねこの2人はねでかいよ。1番2番、うん、やっぱチャンスを作ってくれてるもん、こうやって、うん、うん、だからこのねポランコがこうやってホームラン打ってくれるとやっぱ楽だね、うん、で中森も先発して勝ったけどやっぱ中森のボールってちょっとずつ変化するんだよね多分、うん、なかなかねこう画面上ではなかなか見えないんだけど、ただ打ってるバッターが対処してる姿を見てるとやっぱちょっとずつ変化してるんだろうなっていう風に感じさせるね。うん、だからいいピッチャーだなーと思うよ、癖玉で。なるほど。はい、で中村が2安打、うん、でなぜ中村っていうかというと、うん、まあ、1試合目の時も言ったようにやっぱ中村が復調してくれたら非常に大きいんだよね、ロッテにとってもね。うん、だから中村が2安打、本当復調してきたし、もうこのまま続けて頑張ってほしいなっていうふうに思うよ、うん、で増田、はい、ね、セーブがつきました、ね、球団新記録、うん、228セーブ、はい、ね、小林かな、うん、の記録を抜いて、球団歴代1位になったという ね、 ね、まあ、これはねいろいろ失敗もありましたけどもおめでとうございました。おめでとうございます、ね、やっとできて、まあ、本人が一番ホッとしてるのかなっては思うけどもね、ね、はい、
でちょっと心配なのが楽天、はい、うん、交流戦の勢いがなくなってきてるぞと。止まりつつある。あ、ちょっとレギュラーシーズンに入ってきてちょっと止まりつつあるぞと。最初ね良かったですけど、ね、まあ、最初はねエスコンでね、うん、ちょっと日本ハム相手にでも勝ち越せてないんだよね、うん、だからそういう意味ではちょっと勢いがちょっと止まりつつあるんで、うん、少し心配かなっていうふうには思います。はい、はい、というようなはいはい、ことでした。はい、ね、ここから週末に向かうけども、うん、ちょっと天気が悪そうなんだよね。ね、明日早速ちょっとね、うん、悪そうですけど、うん、だからまあ天候は不順だし、うん、まあ、天候にね邪魔されないようにしてほしいけども ね、 ね、まあ、こればっかりはしょうがないけど ね、 明日は、はい、そうですね、神宮があったりゾゾマリン、はい、あと山形での試合が、あ、楽天西武の試合がありますか ね、まあ、そうだね、うん、っていうのね、せっかく地方でするんだったらできたらいいのにね、うん、っていう感じですけど、ね、はい、また次のカードは巨人広島、はい、ヤクルト阪神、うん、中日 DeNA、うん、日本ハムソフトバンク、はい、楽天西武、はい、ロッテオリックス。日本ハムがちょっと踏ん張りどころだな。ソフトバンクね。ああ、ソフトバンクとやるから ね、うん、ね、エスコンでやるから、はい、踏ん張りどころだし、ね、まあ、広島と巨人ね、巨人ね、東京ドームで、はいはい、はいはい、まあ、ここら辺も見ものだな、うん、ああ、広島がいい状態で来てるから ね、巨人が止められるかどうか、うん、ね、まあそういうところかな、見どころはね、はい、はい、まあというところで、はい、ね、ちょっとエラーがうん、勝敗を分けたりだとか、うん、ちょっとエラーが多いので、うん、ね、まあグラウンドのコンディションもね、雨で濡れたりだとかいろいろしてるから大変だとは思うけども、はい、選手の皆さん頑張ってください。いい試合を見せてくださいね。これ6月これで最後ですかね。はい、はい、ね、ということです。はい、ありがとうございました。はい。